行くぞ。やめなさい。
それじゃあみんな乾杯！乾杯！いただきます、リズ。でも本当におごりでいいの？任せなさい。なんたって私が本日のコル稼ぎナンバーワンなんだから。まさかいきなりレアアイテムを引き当てるとはついてましたよね。レアって言ってもゲーム開始直後だし、少し攻略が進めばきっとポコポコ出る程度のものよ。だったらサクッと売っちゃって、こうしてみんなにご馳走した方がよっぽど有効な使い方でしょ。リズかっこいい。ふんふん、それほどでも。なんだよリーファー、突然笑ったりして。ご機嫌そうだなリーファッチ。こうしてみんなと一緒にゲームを始められたのがなんだか嬉しくって。私 SAO は後からログインしたし、 ALO は先にプレイしてましたから。リーファーゲームに無縁だと思ってたのに、まさか最新ゲームの ALO で遊んでいたとは思わなかったよ。 ALO だから続けられたんだと思う。空を飛び回るの楽しいし。そりゃわかるよ、あの飛ぶ感覚を味わっちゃうとな。アルブヘイムオンライン、通称 ALO。 SAO 事件によりフルダイブ技術に批判が集まる中、それでも衰えないニーズに応え発売された VRMMORPG。 安全を謳うナーブギアの後継機アミスフィアの普及により、 ALO は瞬く間に人気を集める。妖精の姿となり自由に空を飛び回れるそのゲームに、俺たちはすぐに魅了された。そんなゲームにある一人の少女がログインする。幼いながらに天才と称された七色アルシャービン博士。セブンは現実と仮想世界の両方でフルダイブ技術への可能性を世の中に伝え続けた。その行為は幼さゆえの強引さを見せることもあったが、彼女の思いは。今回は晴れて足並みを揃えてゲームを始めることができるな。はい、一緒に始めるってこんな感じなんだ。なんかこれからみんなで頑張るぞって雰囲気でいいですね。このゲームではみんな同じ立場で苦楽を共にするわよ。さあ飲んで飲んで。あ、どうも。酔っ払いみたいだな。ん？外部からメッセージだ。添付ファイル？これってまさか、もうできたのか？どうかしましたか？ああ、シリカにとっても朗報だよ。ちょっと待ってくれ。え？よし、実行っと。こんにちはです、皆さん。やっほー、やっと出てこれた。ユイちゃん、それにストリアさん。プログラムであるユイたちをこのゲームに展開できないかいろいろ探っていたんだよ。けどまさかこんなに早く会えるとは思いもしなかった。よかったな、シリカ。はい、まさかピナに会えるとは思っていませんでした。パパ、ママ、一緒にいることができて嬉しいです。ユイ、 SAO のシステムプログラムとして作り出された AI で、不具合が起きていたところを俺とアスナで保護した。元はプレイヤーの精神状態を監視する MHCP という存在だが、俺たちはユイを本当の娘として接している。
俺もユイとここで会えて嬉しいよ。私もだよユイちゃん。ああユイは俺とアスナの大事な娘なんだからな。ここでもパパやママと楽しい思い出をいっぱい作りたいです。私もこっちでみんなと会えてすっごく嬉しい。ストレア、ユイと同じく MHCP で SAO の不具合により覚醒したプログラム。見た目のギャップはあるが、ユイ曰く妹分らしく、天真爛漫なその性格にみんなも振り回されている。ストレアやピナも欠かすことのできない大事な仲間だからな。 AI である私たちをそんな風に思ってくれてありがとう。だが抱きつこうとするなって。喜びを表現しているだけなのに。ストレア、パパを困らせたらダメですよ。チェー、はーい。さすがお姉さんだな、ユイ。見た目は逆に見えても、私の方が年上ですから。ブーブー、そんなに心配しなくても大丈夫なのに。じゃあ、ユイちゃんたちも揃ったところで、2度目の乾杯といきましょうか。私のおごりだから好きなもの頼んじゃっていいからね。わあ、ありがとうございます。リスベットさん、なんだか上機嫌ですね。何？実はね、レアアイテムをゲットしちゃったのよ。幸先いいでしょ。だからそれを売ったお金でこうしてみんなにご馳走をしているってわけ。そうなんですか。なんというアイテムを取得したんでしょう。白鋭の牙っていうアイテムよ。白鋭の牙ですか。ちょっと、まあ今の段階では珍しいってだけだろうけどね。あ、すごいですよリスベットさん。ドロップ率 0.07% の武器素材アイテムです。0.07%？ これで作られる武器は特殊効果がつくので長く使い続けることができそうですね。先に進んだとしても手に入れる機会が少ない、まさにレア中のレアアイテムです。それを売っちゃったの？あたし、そうみたいです。私のレアアイテム！誰よ、こんなの後でポンポン手に入るって言ったの。確かリズが自分で。私のバカバカ！レアアイテムが、特殊効果付きの武器が。ほらリズさん、レア武器なんか持たずにみんな同じ立場でクラクを共にしましょう。ここはおごりじゃなくて自分たちで支払うことにしとくか。それがいいかもしれないね。それじゃあ私もログアウトします。続きは今度。ああ、またな。じゃあね。リズ、元気出せよ。バカね、平気よ。貴重な武器の1本や2本自分で作ってみせるわ。じゃあまたね。リズがたくましい子でよかったわ。俺だったら数週間は引きずってるよ。それにしてもソードアートオリジンか。データを移植しているからこの街やフィールドはあの時と同じはずなのに、私には全然別に見える。君やみんながそばにいるからだろうね。そうだな、俺たちはみんなと揃って前に進んでいる。うん、それじゃあ私も落ちるね。これからいっぱい遊ぼうね。もちろん。それじゃあな、アスナ。さてと、
人になったけどどうしたものか。ログアウト前に一回くらいクエストを回してから。ん？ NPC？ お、それが NPC の少女と俺の初めての出会いだった。